こんにちは、キッシャンです。今日は JVC ケンウッドの GCXA2 とキヤノンのアイビスミニを使い車載動画を撮って、それぞれの画質の違いや音の撮れ方の違いを検証してみたいと思います。カメラはそれぞれマウントに取り付けて、フロントガラス内側についています。両カメラとも上下逆さまにつけてもちゃんとした向きで動画を撮ることができます。アイビスミニの方はフロントにステレオのマイクがついております。 JVC ケンウッドの GCXA2 の方はカメラ上部、まあ、今では逆逆さまの底になってるんですけども、こちらの方にマイクがついています。それではそれぞれ同時に録画を開始して、画質と音の違いを見てみたいと思います。それでは行きたいと思います。GCXA2 の方は手ブレ補正オンにしています。でフルハイビジョン画質で60フレームで撮影を行っています。それに対してアイビスミニの方はフルハイビジョン画質ですけども30フレームということで、一応設定で設定で 24Mbps という画質で撮っています。完全に車に固定されているので手ブレ補正があってもなくてもそんなに変わらないとは思いますけども、どんな感じでしょうか。この辺はまだ綺麗な住宅なんで振動の方はあんまりないと思いますけども、それでは続いて音声のテストをしたいと思います。まず JVC の GCXA2 から、こちら GCXA2 のマイクで撮った音声になります。どういう風に聞こえているでしょうか。ちゃんと声は拾えているでしょうか。続きましてアイビスミニの方に切り替えたいと思います。はい、こちらアイビスミニの方に切り替わりました。音声の方はどうでしょうか。ちゃんと声が拾えているでしょうか。JVC ケンウッドの方、 GCXA2 の方がこちらになります。はい、続いてキヤノンのアイビスミニの音声はこちらです。